今回は肺流臭除去術の施術の動画です。よろしくお願いいたします。肺流臭っていうのはこのあれですね、目の周りとか鼻の周りとかにできるちっちゃい白いつぶつぶですね。時々自然にポロッと取れるところもあるんですけど、手に取れるってことはなかなかないので、この白いつぶつぶが気になった場合は美容外科とかで取るっていうことになりますね。で、麻酔をして直接白いつぶつぶのところにですね、電気メスでチッと焼いて穴を開ける感じですね。で、中に詰まった白い芯みたいなのがあるので、それと芯を包んでいる膜をですね、一緒に取ってます。そうすることで、再発見していくわけですね。なんかイメージとして粉瘤の小さい版みたいな感じ。そうですね、まさにそれですね。中に入っているのは皮膚の成分なので、それが大きな粉瘤になると。必ずしも肺流臭が粉瘤になるってわけではないと思うんですけど、なんか芯みたいに出てきましたね。ワクワクタイムですね。私もこの道具大好きです。取れましたね。これは、まだ入ってました。終わった後ちょっとね、クレーターみたいにこう穴開くんですけど、すごい綺麗に治りますね、これ。なんか前回の肺流臭除去の動画で、はい、自分でつまようじで取ったとかっていう人を見て、いるとは思うんだけど、ね、はい、痛いよね。あとは、バイキング入るかもしれないから、実はこれ、青さんです。青さんですね。青さん4回目くらいじゃないですか。4回目ですかね。同じ日本語です。突然ですね、なんか白いポコッとした膨らみありますよね。実は1ヶ月後ですけども、もうこの時点でどこ取ったか分からないぐらいになってますね。撮影をするときに、綺麗に治りすぎてて、どこ取ったか分からなくて、教えてもらってたんです。まあよく見るとちょっと赤みとかあるんですけど、時間経つとほとんど消えてしまいます。すごい消えになりました。わかりました。ありがとうございました。